大高校が襲撃されたその日、ミスリルという組織は人知れず壊滅し、そして相良宗介の前から千鳥要はいなくなった。それから1ヶ月後、東南アジアの片隅にある町ナムサク、長い内戦と国境紛争で支配権が複雑に入り乱れたまま成長した奇妙な町。物語の舞台はこの町へと移る。すごいもんだね。自転車に人力車、3人乗りのスクーター、他にも明らかに積載重量を超えた軽トラック。極めつけは旧式とはいえアームスレイブが普通に街をかっ歩してる。こんな街、あんたの生まれたフランスどころか他の国だってそうそうないわよ。確かにね、これならいい写真が撮れそうだ。ありがとうナミ。この街に来て早々に君と知り合えてラッキーだったよ。ルポライターとしてやってきたはいいものの、ここの情報はあまり得られていなくてね。気にしなくていいって。見ての通り観光地といってもちょいと柄も悪いからね。助け合っていかないと。そうかい。じゃあついでにこの町の一番の名物に案内してほしいんだけど。あれのかい。ああ、エース同士が戦い合う現代によみがえったアレーヌ。あれはこの町でしか取れないものだからね。いいよ、4000ドル。ん？だから案内料、ここまでのも含め。それと柄の悪い連中に絡まれないように一緒にいてあげた護衛料も含めて、締めて4000ドル。めちゃくちゃだ、高すぎる。というか案内料取るなんて聞いてないよ。さっき助け合っていかないとって言ったでしょ。外国人の兄さんならそれくらい余裕でしょ。そんなわけあるか。ぼったくるとしても限度があるだろう。限度とか言ってる場合じゃない。すぐに必要なの。何に必要なんだよ。借金取りにでも追われてるのか。試合に出場するためよ。試合？まさか君が闘技場に出場するチームのオーナーだったとはね。で、出場するにしてもエースのパーツが足りなくて、そのための金が必要だったと。そう、あんたがスポンサーになってくれそうでよかったわ。だから4000ドル。いや、まだなるなんて一言も言ってないし、それに勝てなかったら僕は無一文だ。あ、戻ってきたか、ナミ。ああ、アッシュ、金を出してくれるスポンサーが見つかったわ。このレモンって人がそう。いや、だからそれどころじゃないんだ。リックが殺された。なんだって。便所で後ろから殺されてた。やったのは多分ダオの連中だ。そのリックっていうのは、今日試合に出てもらうはずだったエースの操縦士。え、じゃあそういうこと。リックをやったダオってやつは今日の対戦相手。あいつら不戦勝するつもりなのよ。どうするんだナミ。けど操縦士がいないんじゃ。私がここに。リックはいるか。誰。リックだ。昔の知り合いなのだが。死んだよ、ついさ。便所で後ろから刺されてね。そうか。いつも背中には気をつけろとしつこく忠告していたのだが、残念だ。君は。彼の戦友だった。3年ほど前、戦争中にな。リックがここの選手になっていると聞いてきた。お会いに草が。死んだって言ったでしょ。さっさと帰りな。俺も選手志望だ。はあ？この闘技場の選手になりたい。リックには悪いんだ。渡りに船だ。ここで雇ってくれないだろうか。あんたが？AS を動かせるの？少しは。少しはって。よくいるんだよね、あんたみたいなバカ。これはね、軍用の特殊機材なの。普通のやつにはとても扱えない代物なの。わかった？わかったらとっとと消えな。うん。こら、勝手に触るな。さっきの話を聞いてなかったの？この機体で試合に出るのか。そうよ、悪い？いや、だが厳しい。リックの腕では難しいところだったな。そうね。あんたにこの機体の何がわかるっての？この機体か。こいつは RK-91 の初期型だ。生産数はわずか130機程度。ガスタービンを採用してないので
後に主流になった92ミリは重量でも出力でも劣る。だがそれは限界ギリギリの戦闘機動での話だ。実はフレームの強度ならこのモデルの方が余裕がある。トルク制御に癖があるが、それも操縦兵の腕でカバーできる範疇だ。何を言ってるのかさっぱりだ。この機体の場合問題は冷却系だ。見たところわざわざ純正モデルを使っているようだな。やめておけ。普通に手に入る輸出仕様のクーラーは相性が悪いとよく言われるが、10分程度なら問題ないし、はるかに安い。その予算で新品のマッスルパッケージでも買っておいた方がいい。知ったようなこと言わないでよ。私たちの大事な機体なんだよ。それを。もちろんだ。よく頑張って整備している。俺が最初に乗ったモデルだからな。まだ稼働してる機体があったとは驚きだ。でたらめ言って、どうせ知識だけのアマチュアでしょ。俺はアマチュアではない、スペシャリストだ。何こいつの自信。おいナミ、どうするんだ。もう時間がねえし、いっそのことを頼んでみても。もうどうせダメ元よ。やりたいってならやりな。結構だ。ただし機体のコンディションは最悪だと思って。金がないの、部品もね。それでくたばったとしても恨まないでちょうだい。ああ、その件なんだけど、3000ドルくらいまでなら都合できるよ。カードの限度枠で。え？ちょっと興味が出てきた。そこの彼のおかげでね。ありがとう旦那。こういう分の悪い賭けもまあ面白いかなと。いや、具はいいぞ。そう？とりあえず自己紹介をしておくよ。僕はミシェル・レモン、ジャーナリストだ。そちらの彼女はナミ。君は？相良宗介だ。探し物があってこの町に来た。やってきた火種。大丈夫なのかい？もし彼が死んだら僕にも責任があるし。さあね。でも案外あいつはやるかも。根拠は？あいつの体つき、エース乗りによくある特徴なの。肘や手首の皮が厚そうだったし、知識もまあプロなのだ。それにあの見慣れない操縦服、ひょっとしたらあいつはマジで凄腕かも。もうぶつかったんだけど。前言撤回。やっぱりダメだわ。癖は分かった。ああそう、頑張りなさい。出てきた。チーム名はオーガか。ダオのリングネームでもあるけど笑えない名前よ。でこっちはクロスボウ。あのオンボロが。そうよ、かっこいいでしょ。いい名前だ。もっともアーバレストには及ばないがな。アーバレスト、城攻め用の石弓だ。よくもまあ抜け抜けと出てきやがったもんだな。しかもそんなスクラップまで引っ張り出して数合わせにもなりゃしね。どいつが乗ってるかは知らねえが、命乞いならもう遅いぜ。始まる。お願い。スクラップに隠れようとって無駄だぜ。まとめてぶっ殺してやる。1対3、真正面からぶつかれば勝ち目は薄い。だが遮蔽物を生かせば問題ない。始めるか。お仕事開始だ。アバよ。かすったか。反撃する。脚部にクラス B の損傷。嘘をつけ。と行くぜ。オーガの名は伊達じゃねえ。頭をやられただと。
腕に覚えがあるらしいが。でかい口叩きやがった割にはお粗末だな。さっさと終わらせる。残念だったな。まだ銃は撃てる。手を出したことを後悔しな。問題ない。回り込む。逃げても無駄だぜ。まだ作戦に支障はない。警戒を怠ったな。ことなすこと恨みに出やがる。俺のバラバラにしてやる。時間の無駄だ。残念だったな。うわっ、腕が。役割を果たす。よし。よしよし、狙い通りだ。照準はずれちゃいない。穴ドレン。報酬が。あばよ。聞いたな。お返しだ。なりゃ嫌気だ。より確実にだ。車線は通っている。まずは一機だ。やった、これならひょっとするかもしれない。ええ、まぐれあたりだ。ラッキーはそう何度も続かねえぞ。楽しめそうだな。くたばりやがれ。このまま進む。隙だらけだ。気づきやがったな。さっさっ、そらよ。穴ドライン、覚悟しろ。金かけてるんだ。こうでなくちゃ。役割を果たす。叩きやがった割にはお粗末だな。脇腹を狙うか、それとも。評価を改めてやろう。行くぜ。命乞いならもう遅いぜ。まだ作戦に支障はない。逃がすか。傷つけやがったな。お仕事かい。
照準はずれちゃいない。集中しろ、意識を。片付ける。そこそこの腕はあるよ。俺の番だ。つい興奮して試合終了の合図を聞き逃すかもな。情けない。今だ。でかい口叩きやがった割にはお粗末だな。始めるか。俺の敵ではない。なんだと。ありえねえぞ。くそったれが。ダオが。性能だけならどう見ても向こうの方が上だったのに。彼一体何者なんだ。回り込む。そらよ。評価を改めてやろう。甘い。そこそこの腕はあるよ。よし、行くぞ。判断を誤ったな。安く見積もられたもんだ。行くぜ。ダメージの蓄積が大きい。お仕事かい。接近戦ならよ。くそ、こんなところで。判断を誤ったな。やろう、強すぎると。始めるか。そこまでだ。くそ、ここまでかよ。すごい、本当にたった一気で勝った。まだよ。おこけにしやがって。そのガラクタの中でミンチになりやがれ。終わりか。何が起きたんだ。クロスボウが敵の足をすくい上げて思いっきりこけさせたのはわかるけど。ダオが気絶したのよ。え？あれだけ機体が回転すると AS の衝撃吸収システムでも操縦者を守れないの。言ってみればひどい交通事故にあったようなもんね。はは。でもそれは敵機と磁気の特性を熟知していて、絶妙のバランス感覚と操縦スキルがなければ無理な話。つまりあいつはいい腕よ。とんでもないくらいに。いや、最後のあれ、僕は思わず目を見張ったよ。大したことではない。俺くらいの操縦兵は探せばいくらでもいる。だとしてもすごいよ。一応ありがとう。その助かったわ。問題ない。それより何今後も雇ってもらえるだろうか。宿代と3食が確保できればそれで手を打つつもりなのだが。えもちろん頼むよ。祝勝会、思った以上に騒いじゃったわね。明日に響きそうだわ。まあ、あんな大勝利を見せられたんじゃみんな無理もないけど。それにしても相良宗介か。
をした時のあいつ、遠い目をしてたわね。まるでどこかずっと遠く、知ってはいてもたどり着けない別世界のことを思い出しているみたいだった。あれだけの戦いをしたやつのはずなのに、なんていうのかしら、あいつってこう、夜道の一人歩きは危ないぜ。ダオ、今日は世話になったな。その礼をしに来たってわけ。負け犬の腹いせってわけ。とことん腐ってるんだね。言っとくぞ、お前がそういうお下品な言葉を使うたびに、俺はお前を一発殴る。気をつけな。このクソ野郎。ルールが分かってねえな。まあこれからたっぷり教え込んでやるよ。別の場所でじっくりとな。ああ、それからお前が雇ったあのクソガキ、あいつも始末をつけといた。宗介のこと、この人出なし。お下品ワードは禁止っつっただろ。宗介ってのか。今頃近所の路地裏で地面にキスして死んでるだろうな。気の毒なことだ。それは俺の話か。宗介、ダオだったか。お前の手下は地面にキスして眠っている。彼女を離せ。トラブルは避けたい。いい根性だな。一人で逃げときゃいいもの。まったく、初日から大忙しだな。くたばりな。へっ。彼女には二度と手を出すな。誓え。誓う。他の連中にも手を出させない。行け。すまなかった。なんで謝るの。やはり殺しておいた方が良かったかもしれない。あれでおとなしく引き下がる手合いでもないだろうからな。どうかしらね。さすがにビビったんじゃないの。連中はバカだけど、あんたの力はよく分かっただろうしさ。だとしても所詮俺は一人だ。一人の兵士にできることなどたかが知れている。謙遜にしちゃずいぶん弱気ね。ますますあんたが分からなくなってきた。そうか。でもありがとう、助かったわ。ボスだからな、雇い主は守る。それだけ。そうでもない。君はいい女だ。え、それってどういう。いい人間ということだ。酒場での話でそう思った。ああそう、やっぱり私あんたのことわからない。なんていうのか、変ね。変か。うん、変、すごく変。前にもそう言われただろうね。さて、夜道はこの通り危険だから、か弱い美少女を部屋まで送ってくださいませんかと。か弱い美少女。悪い。いや、特に依存はない。ありがとう。だが、このまま君の部屋へ戻るのは得策ではない。おそらくさっきの奴らにねぐらは割れている。無論、俺もだろうが。外国人向けの高級ホテルならまだマシだろうが。あ、それならいい場所があるよ。ん？というわけで、世話になる。よろしく。